数時間起きたかと思うと24時間も眠り続けます。死から蘇生した後の学習能力は正常です。自分の名前が空城丈太郎であることは理解しません。脳波も心電図も全て正常だ。そうなるとあっという間に筋肉が退化していく。記憶を取り戻すしか方法はないのかもしれない。ロッド頭部に触れないで！注意するのを忘れていました。スタンド能力を出したのか。ジョリーン。おかしい。あんたの負傷、なんか文字みたいに見えない？この傷、これは直さなくていい。あの人は私が生まれる前からいろんなものを守ってきた。父さんを理解できたと体で感じる。 FF、 この階段でジョリーンの足をだからジョリーンを転ばせようとするんだよ。もう一回しっかり彼女を抱きしめておきたい。言ったはずだよ、俺はジョリーンと結婚する。お前はそれに協力する。やれ。この男だわ。アリ、手に骨を握っている。待て、なんだあの背中は。しかも小男だと言ったよな。確かにさっきは小男だった。おい、てめえもう逃げられねえ。ゆっくりとこっちを向くんだ。こっちを見ると言ってるんだ、てめえ。レレレレロ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 、なんだこいつ。あったかい。なんだ、何か飛び散ったぞ。こいつスタンド使いか。こいつがさっき持っていた骨は今どこにある。これは他の囚人たちが全員すでに。誰の仕業なんだ、一体何の目的で。スタンド能力と考えるべきなのか。この骨の花を咲かし、この植物のようなものが育っていった。うっかり触るのはやばいことが分かったからな。顔を見せろ。何？いや、そのまま。この懲罰房の連中がこうなったのは骨のせいだ。奴の握っていた骨に糸で触れてしまったと思ったんだ。感染していると。ダイバーダウン。やった。引っこ抜くだとか生えているという表現は正しくない。ジョリーン、痛みはないわ。だがどっちみち何とかするさ、必ず。光だ。急激に成長し、日陰で逆の方に移動すれば落ち着くらしい。